こんにちは。こんにちは。キュアレの川本です。塚本です。今日はこのかかと枕インソールの実際の使い方について塚本さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、使い方なんですけど、こうなってて分厚くなってますので、多分分かると思います。分厚くなっている方の側がかかとになります。もちろんね、かかとを支えるっていうところが一番の目的になっているので、まあ、ここ分厚いところがまあかかと側になる。ここだけ間違えるようにしてほしいんですけど、あと、右足、左足っていうのがあるんですが、キュアレっていうロゴがついてます。で、ロゴの下側、ロゴの上下があると思うんですけど、その上下の下に来る方が内側に来るっていうふうに思っていただけるといいなと。そうすると、まあ、こういう感じで、多分動画、写真載けてもらおうと思いますが、こういう感じで、上から見てみますんで、こっちが右足。右足が乗っかる。こっちが左足が乗っかる。こっちがかかと。こっちがつま先。っていうような、そういったあの形になります。内側の方がちょっとこう、カーブしてるっていう。そうですね。はい。こんなイメージでもいいかもしれないです。はい。はい、まずはね、こんな感じなので、右足であればこっちですんで、靴のかかとに寄せて、そのまま入れてもらうっていうような、使い方になります、はい。男性はもう大体革靴、スニーカー、どちらかかななんて思うんで、あのもうイメージするってしやすいと思うんですね。かかとに合わせてそのままの入れて、靴紐を寄せる。こんな使い方でいいんですけど、ちょっといくつかね、あのブーツとかブカブカがねちょっと無理なんですけど、ちょっとしたブーツっぽい靴とかブーツみたいな、ね、とかそういうのでもあのどんな感じなのかっていうのをちょっと後でお見せしようかなと思います。じゃあまず一つ目、はい、はい、普通のストラップ付きのパンプス、完全にちょっと私物を持ってきた。すいません、あのなんか見苦しい、すごい履き古した靴なんですけど、はい、でこれ右ですもんね。はい。ここにかかと合わせて、こんな感じで置いて。すごい。入るんですね。入るんですよ。すごい。で、あの、使ってもらう。こういう形です。しかも結構空いてますね、上の方が。うん。スカスカ。そうなんですよ。ちょうどやっぱりここが、付け根、親指と使うんですよね。そうですよね。ここの、この、ここですよね。手で言うところです。はい。すごい。で、これあの、フリーサイズで大きいタイプですから、うん、あの小柄な方であればもっとちっちゃいサイズがあるんで、うん、収まりはいいかなと思います。すごい、ぴったり。ぴったりですね。はい。ぴったりだ。全然ずれなさそうに、うん。ストラップでちゃんとこう足首も固定してもらえて、しっかり体重も後ろにかかって、そうですね、すごい歩きやすい。あとなんかこうこれだとちょっとここが浅くて、そう、このかかとポケットがね、そうそう、インソール分がちょっと足があの靴からはみ出てる感があったんですけどストラップついてるとこうちょっとギュッて押さえてくれるし、すごい歩きやすい。これ外反母趾とかなりづらそうですね、うん、前にあんまりかかんない、行き過ぎなくなりますね、うん、すごい歩きやすい。ハイヒールで使えるっていいですね、すごい、ね、いいですね、すごい。でこれでもっと高いヒールとかだとこれだとあんまり変わらないかな、一緒かな、ね、かかとに合わせて、あでもこれでもぴったりだという感じです。あでもこれさっきのよりすごいヒールが高くて、実際履いたらギュッてなりますね。そうですね、うん、体重かかってくるんで、うんうん、はい、基本はもうかかと側に寄せてかかとを基準に乗っけるっていう、うん、というあの使い方です。すごいですよね、ハイヒールなのに姿勢が良くなるってすごいですよね。そうですね、うん、特にかかとが上がるんで、要はヒップが上がってきてっていう感じで、反り腰っぽくなって、うんうん、その分背中が負担かかってくるんですけど、うんうん、こういうのが入ってくるとそのかかとの負担が取れてくるので、うんうん、
自然変わってくるっていうのがあると思います。ハイヒールに入れられるインソールなんてなかなかないですよね。そうなんですよ、ね、普通切りますからね。あ、カットして入れるんですけど、そうですよね、これはもうカットの必要ないぐらいの収まりいいかなと思います。すごいです、はい、でもこんなイメージですから、スニーカーとかだったらもう普通にね、かかとに行くっていうことで、うんうん、スポンと履いてもらえばいいので、うん、それだけでいいよね、はい、OK です。右足と左足、右が前後ろ、前が下がってる方、でもさすがにあれかな、ハイヒール、あれでも立ちやすい気がするすごい、なんかさすがに分厚すぎてちょっとあれかなって思ったんですけど、履くときは、うん、でもなんかハイヒールなのに超楽に歩ける気がする、します、やっぱり。ありますか。うん、なんか重心がハイヒールどうしても前重心になるんですけど、うん、後ろに下がる気がします。ちゃんとここにかかとに乗る感じがする。すごい歩きやすいです。いい感じですね。すごいハイヒールなのに、でも分厚い、分厚さはちょっとまあ分厚いなっていう感じはしないでもない。でも立ちやすさはすごい立ちやすい。これもやってみますか。かかとを乗せて、あれすごい、これも聞いたら、でもやっぱさっきのハイヒールよりかはちょっと余裕が、そうですね、あるけど余裕があるからこそ入れやすいっていうのが出てくる、うん、あでもすごいかかとがギュッとちゃんと収まりがいい感じです、うん、すごい、しかも全然ずれない手で押すだけだけど、裏側が結構デコボコしていて、うんうん、滑り止め加工になっているので滑りもそんなにないので、うん、万が一靴の中に足を入れた時に一緒に動いちゃった時も、なるべくそのかかとに戻してもらう、これはもう大前提の使い方になるので覚えておいていただけるといいかなと。かかとに合わすっていう形で使ってもらえるといいかなと思います、うん、はい、でもこれ手で押しても全くずれないから、なんか足入れても全然、うん、多分大丈夫なんですけどね。すごい、はい、これすごいですね、買ったみたい。ピタッとね。うん。すごい。何にでも合いますね。でも入れやすいし、なんか普通のインソールだと先の方までこうなんかこう、そうですね、こうしなくてもなんかすごいスッと楽に入ります。取り出しやすいっていうのもあるので、外履きの靴に変える時も、うんうんうん、このインソールも変えて使っていただくってこと。そうですよ、うん、毎日変えるのに苦じゃないです。そうですね、しかもこの入れ替えるのもすごい楽だし、あすごいなんか前のやつより内踏まずらへんの出っ張りのところ、うん、すごい前のより感じる気がする、うん、かかとももうこのなんかフラットな靴で履くともうめっちゃいいですね、やっぱりこっちも良かったけど、こうフラットな靴で履くともう断然歩きやすいですね。あとブーツなのにやっぱ全然ずれなかったし、履く時に、うん、それだ前のよりだいぶずれなくなりますし、そうなんですね、前のインソール、普通のかかとないパンプスとかで履いてた時に、うん、なんか私乱暴なんでこう下足とかジムとかの下足からパッて取ってバンってバンって置いた時にこうトンって置いた時になんかでゾンってすぐなんかすっごいもう滑っていくみたいな感じがあったんですけど、うん、それも全然ないぐらい全然動かないですね。便利ですね、小さくなってよりね、便利になりましたね、はい、またね使い方のところでより細かい部分で、ね、こうご質問などあればまたねお気軽にお問い合わせなどいただけたらと思いますが、うんうんうん、基本的には簡単ですね、かかと
つま先間違えないってことと、左右間違えないってことと、かかとを合わすっていう、これだけになるので、特に難しくはないのかなと思います。うん、はい。はい、じゃあ今日は塚本さんにこのかかと枕インソールの実際の靴に入れる使い方を教わりました。ぜひ皆様もね、お店なので体験できるので試してみてください。はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。